いや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  <laughs> いやいもう絶対絶命じゃん。 はい、皆さん、こんにちは。動2つです。この動画再生いただき、ありがとうございます。本日は雲ですが何か、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。今回ね、人間側の方で、だいぶ大きなお話の進展がありまして、サイリス、ユーゴソフィアね、ここ3人の凶暴によって、シュン、レストンね、この2人が国を出ることになってしまいました。多分、反逆者的な扱いになっているんでしょう。その流れの中で、スーやカティアがね、洗脳されてみたいなこともあって、カティアちゃんは1回、 亡くなななっててみみたたいい形からの謎の謎光に包まれて生き返るみたいなねあれ結局管理者 D がまた関係してんのかどうかってね、僕は勝手に思っているんだけども、一体何だったのか。<laughs> そしてその凶暴していた、ね、中で何と言ってもこのソフィアの存在ね。前回のお話の中で、えー、このソフィアっていう女の子がネギシだよっていうことが分かりました。その分かったきっかけなんですけども、まあ、15年前にある馬車が盗賊に 襲われていまして、まあその時に何か大津ツケレン寮みたいな話をしていたんですが根岸さんの名前がねよく見るとソフィア・ケレンってことで、まあ、このケレン寮の領主の娘だったのかなそれを分かってた多分盗賊が襲うみたいな流れだったと思うんですけどもそれをねくもコが助けるっていうねこの運命的な出会いが前回ありまして、まあ、その時は残念ながらねソフィアちゃんはまだ赤ちゃんっていうことでね会話とかそういったものはなかったんですけども。鑑、ま、定、あ、スキルを使うこと によって、まあ、転生者であるとでそれが根岸さんだよっていうのも久も子は理解したという流れがありましたでこうなってくると、まあ、前回も言ったんだけども魔、まあ、王と白そしてくも子、えー、ここら辺が若葉ちゃん根岸さんね、えー、どう割り当てるんだ問題みたいなのがいろいろあったんですが、まあ、そこから根岸さんがいなくなってしまったっていうねといったことがあったんですけども、まあ、とりあえず個人的なね僕の注目としては傘、ま、に乗っていた2人は、まあ、領主様と、まあ、領主様の夫人って ことになるんですがこの料」って人間側のさ領土とかではないのっていうね。 大津国っていう国もちょっとよくわからないんだけども仮にこのケレン領っていうのが人間の領土だとしたらなんでその人間の領土の領主を吸血鬼がやってんだよっていうさソフィアが吸血鬼っていうことは両親のどっちかもしくは2人ともが吸血鬼ってことになるじゃないですかそれともこのケレン領っていうのは、まあ、魔族が統治する、ね、場所で魔族のエリートの下で生まれたのが、まあ、ソフィア・ケレンなのかな魔族側の、ね、領域だとした場合は、まあ、以前岡ちゃんがね、えー、手を出せない3人が いいるよって言ってて言たんですけどもこのソフィアこそがそのうちの一人なのかなというね推測が立ちますねで結局まあ岡ちゃんとソフィアねまあ、面識が過去にあるみたいな感じだったんですがこの二人にね一体何があったのかっていうところが非常に気になっておりますでソフィアに関してはあのポティマスね岡ちゃん先生と一緒にいたポティマスの首をはねているっていうことであのポティマスに対しても何か因縁があるんじゃないかとそれが一体何なのかっていうところもね後々 描かれるんんだと思うけどなんかオープニングのねやっぱあの生徒たちに背を向けているおかちゃん先生に何か秘密があるんじゃないかという気がしてなりません前かいろいろあった中でまあ僕が個人的に気にした部分というか まあ今回ちょっとオープニングで話させてもらおうと思った部分、えー、こちらになります。またこれからもね、えー、色々いろいろこのオープニング冒頭で、えー、僕の疑問ぶつけていきたいなというふうに思っております。そして勝手な推測させていただくんですが、決してコメントでね、答えが欲しいとかそういうわけではございません。えー、雲ですが何かに関してはね、ちょっとネタバレ匂わせ的な部分が横行しているっていうね、えー、ツイッターの方にメッセージたくさんいただいてて、なかなかね、全部が全部見ることができなくてですね、原作き 登録組の皆さん、えー、ぜひねルールの方守ってコメントの方よろしくお願いしますはいというわけでね、えー、早速本編の方見させていただきたいと思っております今じ、えー、も録画したものもしかビデオンでも使って一緒にお楽しみください簡単なご案内されました本編スタートですよろしく頼むぞはいスタートでーすさええー。 あ,あ、これはこんだけいるってことはエルロの、うん、マザーの方だね。だからあれだ、あの並列思考が飛んでったからそっちのお話をやるんだね、だよね。あ,あ、かじってるかじってるああ。これが精神体の中のお話なんだ。あ,あ、いるいる。お久しぶりです皆さん。はい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 。<laughs> すげえくつろいてるじゃん、マザーの精神体の中で。 うん、頑張ってんだね、他はね。これがあとどれくらいで終わるかだよね。で、これが本当に成功するのか、で成功したらどうなるのかってとこだわ。マザーを乗っ取れるみたい。えやられたじゃん。ダメじゃん。攻撃してくんじゃん。あ、戻ってくんのね。あんま平気そうかなんかこの流れ、流れというかノリ。 いいや大丈夫じゃななこれなんか精神体みたいな話だから何も意味ないんじゃないああそうだそっちな下道向こうのことでねうんじゃあもうほんとやりたい放題だねここであとはどんだけかかろうが刈り取ればいいっていうけどああいうなパーンみたいなことはやってくるんだね うーんってことはえいやいやいやこの流れはなんかありそうなんだけどいや大丈夫まあけどそうなった方が俺はいいけどね平和にやっつけちゃった方がいやけど絶対なんかあるじゃんこの今の描写あえて食わせてんのかなどういうことだろうえ で今のどういういこと厄介クモ人形って何クモ人あっあれだオープニングでさこのあとさなんかさちょっと雲の時にさ人型っぽいなんか敵いなかったっけあれがいよいよ出てくんじゃない前回リアクションでもこいつなんだみたいな言ってたここら辺であここら辺で出てきたこれこれじゃないの あれが来るっていう今回だからクモ子の方が結構あれメインのバトル系のお話になるんじゃないかな。厄介クモ人形ってついてるくらいだから相当強いんじゃないかな。いやけど人間がもう気になるんだよねあのフェイに乗ってさ飛んでった時に結局カティアとあとフィルムス先生かあそこら辺がなんか意識ないような状態になってたからさ。 いやー人間側がこんなに面白くなるなんてねもう最初はほんとくも子ちゃんの方もっと見てえなーみたいに思ってたんだけど今じゃ <laughs> 人間側も普通に見たいっていうねいやーもうフィリメス先生ほんと今思っなんか隠してること全部話してくれねえかな絶対この人がさなんかいろんなことを抱えてると思うんだよねだからこその前回なの,あのさあ,あくも子になったね ソフィア根岸さん、うんう心配してるんだねまあそれは間違いないと思うよ <laughs> 一番ハードな人生は歩んできてると思うんだよねけ一応3人くらいモンスターはいるって言ってたからあと1人くらいいるんじゃないかなうーんだと思うんだけども ちょっと怪しかったんだよなオープニング入る時の演出がああまた来たよあーまたこっちすぐ戻ったねえまだそんななのあとどれくらいかかるんだそれ体育会系だから暑いんだねあいつはねきっとねうん不安だってこの流れ いやだから絶対こっちの世界になんか来るんじゃないか送り込むみたいなあこっちに来んのかなあいつオープニングの精神世界に入ってこれるみたいなそういう特別なこの3匹が今から戦うみたいな厄介人形と。 うん、もう全部送り込んじゃえばいいのにねああそうか転移があるもんなえー、そんな賢いんマザーああ下道無向こうがあっても考えは全部読めてると。 うんえブラフというかいや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 ちょっと待って知能高すぎやろまああの「知流」もねすごかったもんね何か待っているだからそれがあの人形なのかさっきのタイトルうんなんだ え何体勢がつくのを待ってたみたいなそういうこと違うかな分からん。けっ何か始めたわ。え何か。んああ <laughs> ちょっと待ってマサーマサー自体が攻めてくるんじゃないこれ。えああ 戻れないんだうわ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 あー、並列思考こっちに乗っとってやばえっちょっと待って全軍で来るんじゃない <laughs> しかもそれ気づけないんでしょくも子やばくねてかマザーとか外出るんだねあんな。 まあそれほど脅威とたんあれなのかな判断したのかな雲子のこと <laughs> ほらほらほらえてかこんな近くにいたんかいまだ迷宮のそれともよっぽどあれがすごかったのかなうんもうてかまだ外出てからさそんな食べてないよねまともなものあんま満喫してないんだよね雲子ちゃんはねうん早く今のうちにこれから死闘が <laughs> いやそうだよね今までのことを考えるとね甘いものとかうーんだと思いたいけど今まさに地獄が <laughs> 毎週地獄やんクモ子あ何分かったのおーおーおおお早っえっもう来ちゃったよとうとうやんの早くねマザー戦。 まだだいぶ先だと思ってたのに。いや、鑑定して、鑑定して、ちょっと見せ、ええやばいやばいよ。無理だわ、これは。これは、弱体化中でこれなのやば。マンだよ、マンこれは無理だろ。いくらなんでも勝てんよね。しかもだって、こいつ以外も来てなかった。うーん。 けどさ厄介雲人形ななんんだよねタイトルマザーセンなんでしょうんもうシャットアウトされてるから <laughs> 今やっとね連絡取れないことに気づくみたいなうんいやもうまさかの方向一発で全部仮想にいたと思うんだけど酸素を全部ぶち抜いてきたんだろうね いや,ーいやそうだな転移な、うんいやいや短距離は長距離じゃなくてもいやー何何何いや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 すごいね <laughs> 天才じゃん動くうんもう威力は俺にはわからないけどとんでもないんだろうね あー今ずっと構築してんのかそれいや間に合うんじゃないギリでいや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 やばいどうすんのいや来るかギリであっあれかゲームだっけ違うか違ったわなんかあのなんてあったじゃん身代わりみたいに見えるやつあれかと思った一瞬とりあえず戻ってきたのかな昔のあれにこの感じ うーんおお <laughs> 腕 <laughs> けどもうこっからさ回復するっていうかさ元に戻るにはレベルアップでしょえ何あこっちにも配置してたのかもしかしてやば頭よすぎだろマザーしかも数ええー、だからもう読んでたんだねここに来るのも。 いや、用意、周到、マザー。やばっここでさ、こいつらやっつけといた方がいいんじゃないだって今、足ないから、レベルアップしといた方がいいでしょ万全な形じゃないと、マザーとなんか戦えないだろうし。あとは、あの、雲人形とかいうやつね。今んとこ姿が見えないけど。だから、またあれかな別の場所に配置したのかないやいや、やばくねこの数。えぇ、ー、ちょっと いや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 えぇ、ー、えー、ちょっとまずくないいくらなんでもあまたこれで転移かいや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 もう後ろがぐちょぐちょだけどもえー、いやもうそうねここで決めに来てるねうわうわうわあやば いやーうーん回復あるもんねけどこれは5体は無理だろう一気に戦うのはまた1体ずつさあの火山のとこ持ってってうーんうそうだよねそういう流れだよねまたねうーん いやけど俺はタイトルが気になって仕方ねえんだわまた今度中層にいるんじゃないそっちがだいろんなとこにいるんだよきっとあースモーク的な感じかいや全然もうダメだろうえー、いやもうスピードが落ちてんのかなくもこの追いつかれちゃうなんてだってスピード特化だったじゃんくもこうん、うん、あー引き離したんかい <laughs> いやそこを、そこにいるんじゃねえかな。もしくは入る。ちょうわ、来たよ直前ね、そっちのパターン、これだよ、これ。いや、いや、え超早いんじゃないくもこをしのぐ。やば。やばい、やばい。気持ち悪い、しかも見た目が。 え気持ち悪いマジでこれやめてなんかろ人形みたいで怖いわええあれが動かしてんのあの中でやってんだどうすればいいんだろうってことは体を切り刻んでもそんなダメージないんだろうないや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  <laughs> <laughs> いやいやお絶対絶命じゃん いやまたいやいや時間もないよねえっ、ー、うんやばそうだねだってもう HP も1じゃん MP も <laughs> 面白ちょっと読めないわ展開、うん、だよねそこはねもうあれかもう作戦なんか気にせず一気に んもうね、全方位でね、とりあえず、どれくらい効くかだけどえー、防いでないシャン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 みたいな。いや、防いでるね。な若干。はいはいはい。はい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 。ああ、素晴らしい。これはすごい有効だね。もう MP 満タンなんじゃねい,いや、ほらほらほら。 これが h p みたいに使えるから、これは最高だね。いや、体が削れないんだもんあいつらも。ああ、来たーさらに強力なやついや、まぁ、MP 無限にセえるからね、こいつらから。とりあえずは、近寄らせない。けど、後ろのあっちはどうなの人形は。そこね、結局一人で戦ってるのは辛いよな。 だこれを待ってたのかマザーはいやいやあ,あそうなんだいやここで同時で攻撃してきたら絶望だと思ったけどそうはしないんだねまた何かあれ狙いがあんのかないやこれどうすんのもう全問の虎みたいになってるけどえへへへへ <laughs> スモーク的な。いやいやいや、あれで一気にやっつけられるんだね、ザコは。ああ、いやいや、HP だいぶ回復してんね。うーん、もうだいぶ強いからね、レベルアップすんのも大変なんじゃないうーん、いけるんだ。とりあえずもう回復を図ろう。そうだな。ん 油断してるからこれもう終わってないかもう俺なら諦めるよえちょっと待ってやばくないえあえあえあ石どういうことあまたあれかここでまさかのえ <laughs> ちょっと待ってフェニスって一気あこれこれゲームゲームさっきもやったかと思ったやつ はいはいはい。だからのフェニックスね。<laughs> まさかそんなネタ入れてくるなんて。いやけどどっちにしても自利品だよな。HP 全然減ってねえし。えあこいつだ。狙うはまず。いやけども動きが。<laughs> バカじゃないこいつら。これは誰だ 人形か人形じゃないいやーだから厄介なんだねこれはもうさ無理なんじゃないもう逃げるっきゃないんじゃないいや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 ちょっとちょっとえ <laughs> 動けないじゃんええー ちょいちょいちょいええー、圧殺ですかうーんあれ使うとさそうね1か8かだよいよけど倒してレベルアップさえすればまた戻れるからもう瀬戸際まで来たねいや <laughs> もうすげえな今回え 耐えたいや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 おかしくねもう全部使っちゃう感じじゃないいや結構さすがにここはいけるでしょう行、うん、ったねでレベルアップできるかだわとうんしたねはいありがとうございます このレベルアップのタイミングがいつも鍵だよねこれでもう全力全開でしかも1匹減ったしな多少はこれでしかも1匹さらに行んじゃないうんけどあいつが本当にこれはさ1匹しかいないのそもそも大丈夫なの もうなんだなんだいまいちわかんねえんだよなこ,うこの戦闘シーンがさ説明ないとあの魔法人とかが何してんのかあっ連れてったはいはいこれでまず1丁ねまたこれ4匹倒したらレベル上がるんじゃないかさらになんかギリギリレベル上がんないような状態では先にあっちをやっつけときたい気もするけどねで戦いながらパワー減ったらもう1匹倒して なんかバランスよくさレベル上げを残しながら戦う方が <laughs> お疲れっすうん,うんパペットたらてくとああそういう感じなんだうんってかあの人形倒してないよね 来ないのこっちだって入り口から結構すぐなんじゃないのうーん来た来たいやー見たいいやーどうなのいやーどんな見た目になるのはいはいけどさここでさ大丈夫また寝てる時とかこんな無防備な場所でやっちゃってあっ めっちゃ楽しんでたのにふざけんなよマジでえー、1週間長めっちゃいいとこで終わったんだけど今回ってか人間が全然やんなかったね珍しくないいや初めてかえ今まであったっけ人間側はしょったこといやまあ、けどまあそれくらい集中して見てたし面白かったからね、まあ、それくらいやってくれてよかったわ今回ここでさ途中でも人間が挟んでたらふざけんなって思ったけどね いやそこはさすがに制作側もこっちの下を視聴者側のあれ意図を組んでくれたねいやーどうなるんだろう進化して進化してやっとあの厄介人形パペットタラテクトあれとトントンくらいになるのかなそもそもあのパペットタラテクトのステータスを見てないからどれくらい強いかが分かんないんだよね で今までもさ雲がああやって複数出てくるじゃんあいつ一匹しかいないのかなまあレアみたいなこと言ってたからいないのか逆にさらにまたレアなさあ,あいうパ,パ,パペットタラテクト的なものが出てくる流れがあってもおかしくないよねあの魔王の幹部みたいな流れでさマザーの方にも四天王みたいなそんなことはない考えすぎ どっちにしてもどうやって後は倒していくかで。お C ーパート人間側あるじゃんか。ちょっと気になってたんだよ。ああ、すうな。置いてきちゃったもんね。あカティアも完全に戻ったのかなうーん。操り人形的に使われてるか。いやー。 旬のせいじゃないと思うよああれは慈悲ってスキルだったんだね管理者 D なのかと思ったけどまあやっぱ管理者 D はクモコにしか肩入れしてないのかなえー、ちょっと いや、あれはサイリスはユーゴーばっか目立ってるけどんこういったんあここでけど今もういないのかクモっ子はいや ここでさ仮に雲子出てきたらさそれこそ魔王と白雲子,子というか、まあ、若葉というかわ、うん、からいな,なんて言ってるかいいあれじゃなかった説が出てくるよねうん,うんやっぱ融合が王子なんだねいやフェイちゃんの活躍もこれ先見れるのかなこの感じは。 いやちょっとどうなんだろうなもう今のパペットの話はまあ大体話したとして今の人間側の方がエルルを行くって っっていう話あったじゃんも,もし仮にあそこにさクモ子いたらさますますパニックだよねだってもうこっちはさ15年経ったお話じゃんそこにもしクモ子現れてみじゃあ今までの魔王とあの白一体何だったんって話になるじゃんなんかそんなことの展開もあってもおかしくないとかこの作品だと思っちゃうんだけどすごいいろいろさ手のひらが転がしてくるからささすがにケそれはないかそこまでのことはないかもういないよね もう分かんないって、<laughs> その考察はまた来週に冒頭とかにしていきたいと思います。えー、毎回エンディングはパニックで終わるっていうね、これがもう雲ですが、何かのねお決まりになっております。はいというわけでね、えー、皆さんの今週のエピソードで達成感想だったり、僕のエアクション検るコメントなどお待ちしております。以上、動画ぶつごつがお受けしました。バイバイ。